こんにちは、タカさん。そして動画をご覧の皆様、お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回の気になる男シリーズなんですけども、私の方からね、顔出しをせずにセールスをしたレジュメがありますので、こちらの方を何点か紹介しながらお話していこうと思います。とは言ってもですね、私は普段顔出ししますので、今回は顔出ししないレジュメだけですよって言っても、私の声とね、あと想像に浮かぶ私の顔が多分顔出ししない YouTuber とまでは言えないのかなと思います。ただしですね、今回のようなスライドショーを使うことによって顔出しを全くしなくても自分のことをね、知らせて、そして自分の商品を紹介することができるってことは十分わかるような内容になっていると思います。それでは今回はですね、私の販売したカリキュラムの中で最も価格が高かった120万円のコンテンツマスターマインドについてのレジュメを読みながら皆さんと一緒に考えていこうと思います。では画面を切り替えます。はい、今ご覧いただいているのがマスターマインドのレジュメの表紙になってます。シートは全部で20数枚ありますので、これを最後まで見るだけでも1時間以上かかっちゃいます。でも購入意欲の高まった方とかマスターマインドっていう言葉にもうすでにね、刷り込まれた方、こういった方はこれを熱心に見るんですよ。逆に言うと、マスターマインドって言葉がどうしても自分に合わなかった方ってのは、この時点でこの動画の再生をしてないんですよね。まあですんで、無料コンテンツの中で、こういったマスターマインドっていう風なね、このビジネスの思考をダウンロードするって書いてますけども、私がいかに稼いだかっていう秘密を知りたい方に抽出して無料コンテンツをお届けして、すでにそこでふるいにかけてるわけなんですよね。ですんで最初は、無料コンテンツの再生数が、まあ、数百あったわけなんですけども、当時ね。数百あったところから、マスターマインドについてのカリキュラムの紹介、今回のシードの紹介ですよね。こちらに行き着くまでに、だいたい2週間ぐらいかけてます。2週間の毎日更新の中で、どんどん再生数は減ってきて、数は減ったんだけども、購入意欲の高い人が、数十名残ったって形になって、ですんで、最初ね、3、400人ぐらいいたところから、5、60名まで絞り込んだところで、このマスターマインドっていうシートを紹介するようになっています。はい。そしてですね、マスターマインドの方を読んでいきますけども、マスターマインド、ビジネス思考をダウンロードするってことで、表紙が始まっております。当時どんなことを話したかはちょっと忘れましたけども、大体似たような形で2枚目のシートも読んでいこうと思います。聞いていてわかると思いますけども、これね、表紙を読みながら、もしくはシートを読みながら話すことなんで、その場で考えたことってのは補足的にちょっとお伝えするだけなんですよね。まあですんで、このレジュメそのものが台本と言えます。だからどういうことですかね。レジュメを作った時点で大体仕事は9割終わってるってことですよね。ただしレジュメを作るのに、やっぱり数時間ぐらいかかっちゃいますよね。はい。では次のシート行きましょうか。はい。で、このレジュメはね、どういう風になるのかってことを最初に打ち出してます。40歳からネットでのビジネス化を目指して、それまで私店舗やってましたからね。で、43歳、つまり3年で1億3800万を稼ぎ出しました。全く未経験のところから3年でこの金額ってことです。で、3つ目、6SLDK の一軒家を一括購入したっていうのもこの1億3800万の稼ぎから起こったことです。そしてそれまでに膨大に溜まってきた3000数百万の借金を一気に返済しました。ね。これもできましたよね。そして43歳、人生で初めて結婚しました。年齢差は結構あったんですけどもね。まあでも、安心できる環境を与えれるかなと思ったんで、私も勇気が出て申し込むことになりました。そして以降、隠居生活に入ったわけなんですけども、45歳ぐらいで、都市部を離れて、今の、隠居暮らしの田舎の方に移ってきたって形になります。で、今回このレジュメを読むと、速稼塾の私、久保哲郎がお送りする思考の転換法則、これをね、受け取ることができますよ。ダウンロードすることができますよってことなんで、私自身も麻雀店の親父から思考を転換して、この6つのね、大きな結果を手に入れたってことになります。まあ、ですんでね、この6つ全部じゃなくても、少しでも自分の方にダウンロードしたいっていう方は、まあ、最後までレジュメを見ていただければと思うんですけどね。今回はね、で、最後までとても紹介しませんので、少しだけになります。すいませんけど。じゃあ次行きましょうね。はい。そしてね、この思考をダウンロードした塾生はどうなったのかってことをお話しておきましょう。先ほどのレジュメは私がね、自慢してるような感じなんで、感じ悪いですからね。じゃあ実際それをしっかりと受け取った人はどうなったのか、速稼塾の塾生さんはどうなったのかってことをお話していきます。一つ目、
数千万の借金を1年未満で完済した。これはね、塾生第1号がこれやったんですよ。で、私もね、ちょっとびっくりしたのと、私自身が励みになりました。あ、自分でも、まあ当時ね、23歳の若者だったんですけども、生まれながらにして親の借金を肩代わりしてたっていう人生です。で、彼がずっと借金が減らないまま、バイトを3つぐらい掛け持ちして、すごく苦労していたんですよ。で、そこで真っ先に私のね、塾に飛び込んでくださいました。まあというのが、その前から友人付き合いしてたんですよね。私よりも随分年が離れてましたけども、私のことをね、もう塾ができる前から師匠って呼んでくれたような、あんなありがたいやつなんですけども、そいつがね、そいつがって言ったらあれですけども、私の塾に真っ先にエントリーして、そして誰よりも熱心にやった結果、もう最初の1年でね、この結果を出したんですよ。数千万の借金返して、で、結構ね、その後も、まあ、豊かになって、自分の人生を、まあ、再構築しだしたってことですよね。で、二つ目。年収を数十倍にした人も当時からおりました。2013年からね。ですんで、結構ね、最初の頃、広島にインターネットビジネス塾っていうのが立ち上がったのが私が初めてなんですけども、やっぱ多くの人がね、思考の転換をして、全然違う年収をこう得てましたね。で、あとね、三つ目。敵だった社会を味方にした。これはね、どういうことかっていうと、世の中で全然認められずに、まあ、いろんな面接受けても就職できずに、それから入った会社では、なんかね、ブラック労働を強要されるみたいなところで、どこに行っても味方がいないと思っていた、そういった塾生さんがいらっしゃったんですけども、思考とビジネスの稼ぎ、この辺を手に入れた瞬間、やっぱりね、もう街中が自分の味方をしてくれてるように感じますっていうふうに言ってくれたのが印象に残ってますね。で、これはね、何人かいるんですけども、全国で求められるようなビジネスの教育者、要するに講師になったってことなんですよ。これは大きいです。自分で実績を上げた後、その実績を人々に伝道してもらえるようになったってことでね。まあ、いろんな土地に行って、ビジネスのセミナーをやって、で、多くの塾生さんをそこで、作り上げたってことで、もう完全に独立しちゃってますね、こういう人たちはね。で、次。有名になって、本当の人の縁と感謝を知った。まあ、これはね、上の二つと似てるんですけども、いや本当にね、社会に対してものすごくふてくされていた人も、ビジネスで、商品を買っていただいたとかね、それからサポートをする中で、いや本当って人ってありがたいなっていうふうに考えが変わったってことです。ですんで、稼げてすごいでしょうだけじゃないんですよ。いやほとんど人のありがたみを知ったとかね、お父さんお母さんに感謝ができるようになったみたいなところで、だから人間構築、人間形成にも、ちょっとね、速化塾ってものはお役に立っててきたんではなかろうかっていうところです。そして人生が加速して相対的に他の人以上に豊かになった。まあこれ金銭的にもそうなんですけども、精神的にもそうだってことなんですよね。まあですんで今回マスターマインドっていうプログラムを、ぜひね、受講してダウンロードしていただいて、少しでもいい人生に向かうようにしてもらいたいなと思うところでございます。で、逆にですよ。逆に、こんな人もいます。ノウハウに依存してマインドを身につけなかったものは、たとえ塾生だっても、疲弊するだけの手痛い仕打ちを受ける。つまり、速化塾に入って、せっかくマスターマインドを身につけても、それによってね、ちょっと勘違いしちゃった人っていうのは、もうこうなっちゃうよっていう、その末路ですね。一つ目、ノウハウが飽和した時に月収がゼロからマイナスに。まあ、つまりね、マインドを構築しないで、ノウハウだけに頼って稼いでた人って、ノウハウっては必ず賞味期限がありますから。ノウハウってのは必ず、多くの人に真似されて、相対的に使えなくなってくる過当競争になるんですよ。その時に、マインドが整っていないと月収はゼロとかマイナスになっちゃいます。ね。だからマインドによって、このノウハウはいつか終わりを迎えるな。じゃあ、新しいノウハウを構築しようっていう風になっていかなければ、結局ね、たった一つのビジネスを手に入れたからって言って未来永劫安泰ってことはないんですよ。せいぜい2、3年だなと思いながら、じゃあ、3年後のために今から1000年かけて新しいビジネスと集客をしていこうかなっていう風に考えていかなきゃいけないんですよ。場合によっては、一つのノウハウのサイクルは、2、3ヶ月だったりしますんでね。だからそのノウハウが枯れる前に次のノウハウを培養していくってことですね。で次、人間関係を構築できず、顧客離れで破綻っていうのは、せっかくね、自分の塾をスタートしたんだけども、サポートがいい加減だったり、なんかのミスで失敗を繰り返すと、せっかく身内に抱いた常連客さん、つまりは塾生さんも離れていくってことなんですよ。だから、マインドセットが大事ですよってことなんですよね。具体的に言うと、マインドセットって、どう自分の身を裂いて、自分を信頼してくれた人を幸せにしようかなっていうふうな利他心ですね。
はい、次、短期的な成功により頂点になり足元を救われる。つまりライバルは牙を研いでますよってことなんですよね。あの、短期的に成功してもね、成功しなかった人は今度はね、成功した人に向けてどうやってこの人を追い抜こうかなっていうふうに見てるんですよ。だからノウハウを盗み学び、それ以上のものを構築してポンポンと追い抜かれてしまいますからね。一時期は勝っていたのに、あのウサギとカメじゃないですけども、昼寝していたらすぐに足元救われますよってことです。だからマインドセットが大事でしょってことです。次ですけども、稼げるようになったからって言ってそれを振りかざしたりとかね、いきなり高級ブランドつけると必ず起きることですけども、反感を買います。家族や友人からです。反感を買って離婚したりしますよね。だから俺が稼いでやってんだからさみたいなことやつダメですよ。結婚しててね、違うんですよ。奥さんのおかげで自分がビジネスをさせてもらってるわけなんですよ。その他、裏切りに遭い破綻っていうのもあります。有頂天にならないことです。だから人間としてこの人に嫌われたくないなっていうふうに思っていただけることがすごく大事です。こいつなんてもうどうなってもいいやっていうふうに身内が思ったらね、本当に足元救われますんでね、裏切られたって形になります。次、不正に手を染め塾生さんやコンサル生さんが取れない。これもね、悲しいことなんですけども、あの、影響力を多少持つとね、ずるいことをしだす人がいるんですよ。いい加減な投資話を持ってきてみんなにお金を集めたりとかね、それから商品販売してサポートしないとかね、ノウハウがあっても結局この人の役に立ちたいっていう風なね、マインドを持たなければ塾生さんやコンサル生さんから信頼を失いますよってことなんですよ。だから塾生さんとかコンサル生さんが何も言ってこないからといって何の不満もあるわけではないっていう風に思うわけじゃなくってね、何か言ってこないってことは言えない雰囲気を作っちゃったんだろうなっていう風に常に反省することですよね。塾生さんとかコンサル生さん、最近どうですか、連絡取ってますか、放置してませんかってことですよね。はい、今回はね、私のマスターマインドのこのコースの、売り込みをしたわけじゃないんで、別にこの辺で終わっときますけども、ちょっと終わりましょうか。あの、十分シートをお見せする中でも語りかけるものがあったりとか、心を開いたりとか、販売につなげるステップが踏めるってことが分かったと思います。で、シートはまだまだ続くんですよ。本当にね、懐かしいなと思いながら23枚ありますね、これね。このペースで喋るわけですから、ここまででも十数分喋ってるでしょ。だから20数枚のスライドショーがあるとなると優に1時間半ぐらいなんですよ。で、1時間半をしっかりと見ていただくことができるかどうか、そのぐらいの信頼関係を築けてるかどうか、そしてそのぐらい、このシートをね、長い間見たいと思わせるようなこの下地ができているかってことがポイントなんですよ。で、ここでこのシートのね、結論言いますけども、この長いシートを最後まで見る方っていうのはほぼ購入するんですよ。で、購入するどころか購入したくて最後のセールスを見るんですよ。もっと自分の気持ちを盛り上げてくれっていうふうに期待してみるんですよ。だから、あなたは買って当然だよねって語り方にどん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 変わってきます。で、最後には、あ、自分のために商品作ってくれたんだ、100人買わなくても俺が買うからね塾長みたいな感じで購入ボタンを押すんですよ。で、そのぐらいの関係を一個一個の無料コンテンツで作っていくってこと、一歩一歩歩み寄っていくってことがすごく大事になってきます。そしてセールスの後は販売ですよ。セールスの後は販売っておかしいですけども、例えばセミナーとかね、販売のための最近でしたらズームですよね。これが終わった後にあれからどうですかっていうふうにどん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 打ち込んでいくこととか、もう参加された方は始めてますよとかね、こうなってますよ、ああなってますよっていうふうに、アフターでセールスをかけていくってことですね。それもしつこくなっちゃダメです。もう 2,3 日が限界です。 2,3 日ぐらい、先日はセミナーお越しいただきましたけども、ズームのオンライン会議にお越しいただきましたけども、どうだったですか、こういうふうなコメント書いてくださいましたけども、あれについてはじっくり答えられなかったんで今回お答えします、こういうことなんですよっていうふうにやってますかってことなんですよ。これがだからサポートなんですよ。入塾してないのにサポートするってことなんですよ。ちょっとした疑問とか、本当にこんにちは、今回もよろしくお願いしますみたいな感じ、挨拶に対してもこういうふうに期待してくれてきたんですよねみたいなことをちゃんとね、視聴者さんのコメントから広げて広げて、そして察して察して、こうですよねっていうふうに語りかけることによって、そうそう、それが言いたかったんだけども、あ、うまく言葉にできませんでしたっていうふうに言わせると、この人のサポート本当すごいなっていうようなところまでつながるってことなんですよね。まあですんで、どうしようかなと躊躇してる方とかね、金額的にどうかなと思ってる方が、よし、今回は勇気を持って飛び込んでみようっていうふうに思うわけなんですよ。値引きをしたり分割を進めることがセールスではないですからね。
値引きや分割はあくまでも生徒さんが実はというふうに相談してきたときに、じゃあ一緒に考えましょうか、もしくはどういうふうな支払い方法があると思いますか、それがあなたの最初のビジネスですよっていうふうに支払い方法について考えていただくこと、こういうことをねお勧めする。そしてもうすでにあなたはビジネス始まってるんですよ。素晴らしいじゃないですか。決済に対して相談してくださった、つまりこれはあなたが販売する方になっても起きることなんですよってことをね伝えていけるかどうかってことになります。さあそれではね、くどくどと語っても仕方がないところがありますんで、今回はこの辺にしておきましょうか。じゃあ以上でございます。ありがとうございました。